ティアラは、プロトンが製造販売していた自動車である。プロトンは、日本の三菱自動車と提携し、三菱、ランサーフィオーレをベースにした国民車佐賀の生産で、成功を収めたが、提携先の多様化とさらに廉価なクラスの女王用車の生産化を目指し、PSA プジョーシトロエンと、提携、1996年からシトロエンアックスのライセンス生産を開始した。 この提携は、当時の新 o であるヤハヤ・アーマドが推進した。ティアラは、三菱ベースの上級者、ビラサガのものに似た、ライト点灯時に青く光るエンブレムを持つフロントグリル、大きめのバンパー、異なるデザインのテールライト、太いサイドプロテクションモールなどを与えられ、シュトロエンらしく半分隠れていたリアのホイールハウスも、通常の形に改められ、一見すると、 フランス車ベースとは思えないデザインに改められていた。エンジンは直列 1100cc のサイチェシー1種類で45馬力を発した。アックスの上級モデルに与えられた 1400cc エンジンやディーゼル版は導入されなかった。ボディタイプも5ドアハッチバック1種類であった。アックスのデビューは1986年に遡り、ティアラの発売時点ではすで20年前の設計の 車であった。発売当初は CD10.34 という優れた空力特性、プラスチック部品を多用した軽量設計による低燃費、十分なストロークを持つサスペンションによる良好な乗り心地、活発な動力性能と操縦性が評価されたアックスだったが、本国ではすでに後継者のサクソが登場し、1998年の生産終了を目前に控えていた。 当時のマレーシアのスモールカー市場は、第8シャレードや、鈴木カルタスなどが好評を博しており、ティアラの設計年次の古さ、軽量設計やプロトンの生産技術の限界に、起因する内外装の仕上げの悪さが不評を買い、販売は伸び悩んだ。ティアラの生産開始直後の1997年、ヤハやアーマドが、ヘリコプター事故で不慮の死を遂げた。彼の死後、不評のティアラは、 わずか4年で生産を打ち切られ、経営陣は再び三菱自動車とのアライアンスを強化する方向に立ち戻った。短命に終わったティアラは、中古車市場でのリセールバリューもかんばしくなかった。ティアラの後継者は長く空席のままであったが、2005年になってプロトンは、サビを発表し、このクラスにカムバックした。ティアラは、英語で、宝石付きの冠を意味する。 ありがとうございます。